サンマヤ会とは、仏教の教えの一つである、後期大乗仏教に分類される密教において、その教えを学ぶ前に、決縁や許可を目的とする感情の儀式を通じて、これから密教を学ぶための資格と義務として、信者や僧侶、湯ガ行者らに与えられる密教独自の戒律を指していう。サンマヤとは、サンスクリット語で、約束や契約を意味し、サンマヤ会は、 約束に基づく今しめ、あるいは密教における制約というような意味になる。いわゆる仏教の戒律には、歴史的な流れに沿って、段階的に証門上の戒律大乗の戒律密教の戒律があり、このうち、密教だけに存在する戒律のことを、三昧や会という。主要な項目は、以下のようになる。密教の代表的な戒律といえば、この14根本だである。 通常は、この14根本だにも詳しい解説とクデ伝とがあり、講談として、三魔屋会を守ることによる利益、三魔屋会を犯すことによる過失、三魔屋会を取り戻すための方便の3つの教えが付随する。また、この解律は、チベット密教では、作ントラと行タントラに属す解律とされ、教では、自輪ントラに基づいて説明されることが多いが、 他のタントラにも共通する重要な戒律である。1.45.7番目の四条が中心となる戒律である良い近海と十条の戒律とで構成されるが、これら十四条の戒律を破ると密教における払い罪に相当する。それゆえに十四の根本である地獄に落ちる罪という名前が付けられている。もろもろの思想や僧侶を軽蔑してはならない。 ごふつの言葉に違反してはならない。今後兄弟に対して怒りを起こして争ってはならない。一切主生への慈悲を捨ててはならない。菩提心を捨ててはならない。自他の宗派を誹謗してはならない。未熟な者には密教の教えを説いてはならない。ご運からなる仏を軽視してはならない。もろもろの自称法を疑ってはならない。慈悲を毒する考えを心に抱いてはならない。 教えをその名称によって差別してはならない。ご仏を信仰する人の信心を尊重しなければならない。すでに得ている三魔屋を守らなければならない。知恵を自称とする女性を誹謗してはならない。この八師荒積み会は、さきの十四根本だよりもさらに具体的に密教の三魔屋会について述べたものである。また、当然のように、 八師あら積み会にも詳しい解説と区伝とがあり、1.34番目の3条が中心の解律となる。密教の法の伝授に際しては、思想より必ずこの解律の説明を受ける必要がある。なお、中国密教には、隆樹アジャリによるこの会の区伝が別に伝えられている。密教の諸解律と感情とを書いて、名誉を得ることをしてはならない。 集会や法映において争いごとを起こしてはならない。世俗の女性と感度を自力で得ることをしてはならない。器を備えた弟子に教えを秘密にして解かないことがあってはならない。信心を持った問いに対して他の教えを解くことをしてはならない。消門上に属する寺に7日間以上滞在してはならない。未だ成就していない優雅や密教の法について自慢してはならない。 その時期が来ていないのに、深遠な法を解いてはならない。この戒律は、先に解かれている、密教の菩提深海が発展してできた戒律。チベット密教においては、湯ガタントラに属する戒律であり、今後をいただき教計に属する、教えのすべての感情において授けられる。現在では、ジリ輪タントラの中において解かれる、本書物の総入り富士の思想が、 ご仏を創造し出生することを根本原理として、ご知如来に配する解律の条項を秘密商業等を参考にして解説される。なお、感情を授かったならば、この解律についても必ず思想より詳しい解説と句伝を受ける必要がある。解律の内容は、ご知如来の三魔や会と三聖眼の二つからなり、その内容は以下のようになる。この解律は、 第二経営に説く密教の十全会が発展してできた戒律である。チベット密教では任魔派によって伝承され、俗チェンに関係する教えや法の際に、ミクチー感情と呼ばれる4感情の儀式においてのみ授けられる戒律とされる。任魔派の苦言によると、この戒律と感情はグルパドマサンババによって直接チベットへと伝えられたものである。ただし、 現在では、俗チェンの教えとともに、鍵派や酒派、中国密教にも伝えられ、今も伝承されている。数ある、サンマヤ会の中で、最も無常湯タンドラの特色を表している、戒律であり、伝授の際には、思想から、特に慎重に解説と、苦伝を受ける必要がある。また、その際における、苦伝はンマ派でも、 参加人数を限定した高度な内容を伴うものであり、その教えを中断してはならないとされている。三口産業産マヤ会の内容は以下のようになる。ここで言う、密教の資格を伴う会とは、アジャリ会のことを指している。アジャリ会は、日本密教では今は伝承されていないが、現在の中国密教では、段階的に、順アジャリ感情と、アジャリ感情とがあり、 後者のアジャリ感情において授かる。チベット密教では、別尊の王法の感情や、大言加タントラをはじめとする主要な語ントラの感情の際に、貧感情等の後にアジャリ感情を挟み、その際に授かる戒律である。また、中国密教では、別名を、追従アジャリ会とも言う。ここで言う、特殊な会とは、主に密教経典や主要なタントラ経典に説かれる。 戒律のことを言う。日本の各宗派には、それぞれの教えの特徴となる教典があり、密教で言うと、例えば真言宗では、今後を頂き行書会と大日経を両部富士として、ところいの教典とし、あるいは伝統的には五部教典を利用している。この点は、無常を湯がタントラに属する教えを継承するチベット密教においても同様で、 それぞれの競技を生み出す背景となる根本のタントラ経典があり、それをチベットでは主要なゴタントラと呼び、ゴタントラとそれを利用する宗派は次のようになる。大元カモータントラはニンマ派、キコンゴータントラはサキャ派、ショーラ楽タントラはカギュ派、秘密集会タントラはゲルク派、ジリンタントラはチョナン派において、それぞれ利用されている。ここでは日本に、 馴染みのないタントラ経典に説かれる戒律として、チベットで最も早期に成立した宗派であるニン魔派の旧約とされる大元加茂タントラにおいて説かれる戒律を紹介する。日本では、鎌倉時代に元神和女以来のなんと六州の戒律や、工房大主空海が将来した密教の三馬屋会の開脈が途絶えたが、交渉菩薩映像に橋を発する江戸時代の 戒立復興運動によって、出家会や三馬屋会が一時期復活した。しかし、廃物希釈や世界大戦以降、再び戒立が途絶えてしまっているので、戒立の中でも三馬屋会についての詳しい理解が遅れている。今日、三馬屋会についての学問的な研究は、文献上に記録を残す、全昔子三蔵の、昔子三蔵全容や空海の、 秘密三魔屋二会議等による断片的な資料に基づくもので、密教の文字によらない教えである区伝や、戒律としての実際上の伝授と解説を伝えてはいないために、密教の僧侶でさえも三魔屋会が、どういう内容で、どのように自相に関係するかを知る人は少ない。あまり意識されてはいないが、三魔屋会は密教の戒律であると同時に、 歴史上の釈尊の教えに基づき段階的に発展した戒律であり、通会や菩薩会の上に成り立つもので、両者を遵守しなければ、三魔夜会の条項に違反しなくても、三魔夜会を得たことにはならない。それゆえ、正式な感情の儀式では、儀式の中で順番に通会と菩薩会、三魔夜会のすべてを授けるようになっている。ただし、現在の日本密教の感情次第では、 感情の同士が戒律を伝えていないこともあり、一般の葬式と同様に時間短縮のためにも、通り会と菩薩会や、三魔夜会を授けるのを省略して、感情の儀式を行うこともある。後期密教研究、ピアニッシュも143から214。例として、大幻家毛タントラに説かれる、大幻家毛会が挙げられる。チベット密教、ニンマ派の大乗授法である。 俗チェンにおいて解かれる会。払い罪とは、文字通りすべての資格を剥奪し、証門上と大状と密教を含む、各宗派を問わず、あらゆる仏教教団を追放されて、仏教徒ではなくなる重い罪なので、良い近海を破った、場合に適用するという説と、14根本だのどれか、一つでも破れば適用するという説と2説あるが、ここでは後者によって記述する。 参考文献、密上縁、満死道のダライラマ14世による密教の根本解の解説によると、もし14の根本の解律を一つでも破ることがあれば、密教のすべての学習における根本を失い、生きている間における幸運の兆候はなくなり、死後において混合地獄に落ちることが確定するとある。密上縁満死道、P70。チベット語では、 通常の場合、僧侶のことをラマと呼ぶが、この言葉の本来の意味としては、同志が近く、漢訳と、中国語では上司と表記される。チベット仏教のニンマ派では、各種の資格を得た後に現続した元僧侶についても、習慣的にラマと呼び、これに対して転生者となるトゥルクの場合には、優れた同志に対する称号のリンポチェを、これも習慣として、 無条件でつけて呼ぶことが多い。この戒律は、良い近海の一つであり最も自創に関係するので、その意味を再確認しておくこととする。この戒律の例として、正式な感情を授かっていない人に対して、諸物や諸尊の信言も教えてはいけないし、唱えさせてもいけないし、唱えることを許してもいけない。それを教えたり許可した際にはこの戒律に、 違反することになり、払い罪が適用されて、僧侶の場合には、僧籍に加えすべての資格を失うとともに、2年間、一切の宗教活動を禁止し、二度と僧侶となることは、できないことになってしまう。第二継承さんには、マハーヤーナの中には、またた地味を思って、秘蔵とする。未だマンダラに入らざる者には、独唱せしめず。このゆえに、 真言を終始学ぼうとする者は、まず曼羅に入らしむることを要するなりとある。さらに、月明けを巻き下には、もし、愚人あって、曼羅に入らずして、真言をも、称すれば、変数を満ずるといえども、ついに成就せず。またた、邪見を起こして、その人は、命が尽きとから地獄に落ちる。もし、人あって、彼に、真言の方を与えれば、その人もまた、 三魔屋会に落ちるとなり、命を終えた後に、ラジゴクに落ちるとある。なお、江戸時代の戒立復興運動に功績があり、女法信言律を提唱し、生涯において三十数万人の相続に対して、正しい戒立と感情を授けた、清源里しびこの普通信言像によると、信言について書かれた書物を売買してもいけないとして、 新言の大切さと三魔や会の厳しさを解いている。普通新言像 P1。総画とは三画のことで、まさしく出家会を保つ20人以上の出家の団体、相談とも言う。昭文上、大上、混合上も仏教徒となるには戒律を授かる必要があり、そして戒律を授かり正式に仏教徒になった場合には、月に2回の新月と満月の日か、 旧暦の1日と15日に残悔のための法要である、戦望を行わなければならない。また、日本ではこれを別名、不殺会とも呼んでいる。戦望を行う日付を新月と満月と定められたのは、歴史上のお釈迦様以来のことであるが、インドの仏典には毎月の15日と30日と書かれている。しかしながら、この日付は、インドの歴法の父によるものであり、 空海の将来になる宿養業には白日黒日の歴戦法として登場するものの中国でも日本でも歴法としては採用されなかった。ティティは単院対応歴でありながら毎月が必ず30日間あるのでインドの仏典の15日の満月の日と30日の新月の日とあるのは正しい。しかし中国と日本の歴法による単院対応歴では 毎月が大の月と小の月とに分かれ、小の月には二十九日しかなく、それが不定期に訪れるので仏典の記述とは一致しない。それゆえ、歴史上では二十九日の月は一日とするなど、時代や地方の歴法によって対応は様々であった。江戸時代にはこうした歴法上の問題がよく知られていて、戒律の次第や教本には三次配分として、 春分、秋分と、夏至、冬至の三つに分けて、日付を変更する方法が載せられていた。また、日付を、現行の新歴にスライドさせる際にも30日がない、月があるので、ここでは、七、友田古物母諸説純日下げだら二行の注釈書である、七、友田古物母諸説純日下げだら二行説用に基づく、旧暦の1日と15日の説を採用する。 日本の戒律の資料には、このインドの歴法である危機について触れたものがないので、参照の際には注意を要する。なお、この戦争の本尊も、サンマヤ海の場合には特別な本尊でなければならない。チベット密教では、ヤブユムの混合、サッタや各宗派の守護尊、ヤブユムの四飛観音等、中国密教では、大輪明王や純飛下げ仏も、 やぶゆむの昆布を去ったと、日本密教では、大輪明王、純被下げ仏元が挙げられる。李修行の注釈書である、李修釈行には、アジャリが三魔屋会を保つためには、大輪明王の曼荼羅を祀らなければならないと説かれており、江戸時代の解立復興運動の際には、中国密教とともに出家会や三魔屋会が正しく、伝えられ、同時に、大輪明王の仏像がトライして、 日本でも祀られたので、多面多比で密教物とわかる数点の修作が現在も残されている。密教先生術、ピアニッシモ、104から110。公設理修行、ピアニッシモ、246から249。京都府の新言集大五字には、鎌倉時代初期のものとされる、憲法着色、大輪明王曼荼羅が残されており、また、 千葉県の高野山真言宗蓮華堂には、江戸時代の将来品とされる三面八肘の大輪明王の尊像が祀られているのを見ることができる。この際の道師は、密教に必要な消門状、大状、混合状のすべての戒律を守り、アジャリの五名を学んで資格を備えた指導者でなければならない。外内密戒律主冊、ピアニッシも69から70。 密教の特殊な年次物である女尊か女性のパートナーのこと。女性の湯が行者の場合は男尊もしくは男性のパートナーを指す。密教に必要な諸解率を授かっていないか、または授かっていても守っていない女性のこと。アジャリの五病である密教の医学に基づく、諸尊の特殊なレシピによる漢方薬で作られた眼薬や、それを溶かした薬液のこと。 密教医学の薬剤には、ヒ素、水銀、鉛、トリカブト等の劇薬を含むため、微量でも使用を誤れば医療事故につながるために、正式の資格を持たない人物が、保管や処方を行うことは許されない。例えば、モルヒネのなかった古代インド密教の医学では、水銀は、がんの自覚症状を弱めるのに用いられ、中国漢方では、トリカブトが従来処方の薬剤の一つに数えられる。 日本密教では、ご魔法の岩薬ぐらいしかないが、チベット密教や中国密教では、アジャリア、密教の医師が専門的な知識として学ぶ。その薬学には、数多くの薬剤が体系的に伝えられており、それらは今でも密教の医療の現場や儀式の処方として用いられている。法規としての弟子、常本、中本、下本の3種類の弟子があるとされる。 俗災とも言う。長福とも言う。ここでは、通会、菩薩会、三昧や会、これらすべての会律を指す。通会とは、在家の場合は、三継会と、在家の五会や八再会のこと。僧侶の場合は、三継会と、三味会、出家会等を指す。菩薩会とは、在家と僧侶に共通となる、菩大神会と、十善会や、菩薩会を指す。 なお、菩薩会には、盆毛行に基づく、盆毛会と、湯菓子地論等に基づく、湯河会と、乳母即海峡に基づく、在家菩薩会の3種類の菩薩会があるので注意を要する。日本密教は、盆毛会を、チベット密教のインド伝来の宗派であるニーマ派、サキャ派、カギュ派の3宗派は、湯河会を、中国密教は、盆毛会とユガ界、湯河会、在家菩薩会を、 それぞれ継承する。また、チベット密教のゲルク派では、海村のゾンカパが編纂、創始した独自の菩薩会を利用する。この会律は、ゾンカパが活躍した時代のゾンカ地方には、おはじめとする諸会律が廃れて伝わっていなかったため、数多くの資料を参考に、菩薩会を作成した。ゲルク派では、伝統の菩薩会として扱うが、個人による編纂でもあり、 内容的には、菩薩会と三魔屋会の訓会、在家の菩薩会と出家の菩薩会とが入り混じっているので、これを出家の菩薩会として扱うか、単に菩薩の訓会と見るかは、専門的には意見が分かれるところである。ハット氏より授かったすべての教えと手法のこと。太柄は、密教における如来像の無我を表す。歳の用語の一つで、梵語に武道からとする。 また、部派仏教の一部や、下道の用語では、武道柄とも表記し、それらの派では逆に輪廻の主体や、我と理解されて、仏柄とも言う。いわゆる密教では、如来像における無我を胸とするから、中国密教では、仏師とも訳し、密教の戒立である、三魔や会では、詳しい区伝と解説を要する。元は、大乗仏教の有意識において、 荒屋敷と並んで重要な用語であり、仏キャラと恩赦される。法召集の美祖である現状三蔵の訳語では、数取りオもむきと訳され、古くは有識家ジ部派では、旧聖オサむと訳する。インド学においては、密教のプトガラオもが聖であるとされる場合もあるが、これは後期密教の如来像思想がまだ十分に解明されていないことが一因となっている。 プト柄の出典は、ゾウイチアゴン行に、仏陀の言葉として、アラマリア式は、生死の際を極めて歓談する時なし。彼の旧世主運とは仏キャラの外なりとあることによる、安らぎを求めて、ピアニッシも27から34。世神菩薩の大乗百法問論には、釈迦如来の言われる一切法無我について解説を加えている。問いである、 何をもって一切法というのかと何を成して無我とするのかには一切法には略して5種類の意味があるとし言うところの無我には略して2種類があるとして1には仏キャラの無我2には法の無我とあり仏キャラを無我の別名としているなお前段で一切法について詳しく解説しているのでここで言う仏キャラの無我と法の無我とは一般に言う 一無が、法無がのことではないと見られる。原文は、女性尊こと、一切法無が、南東一切法、運那なにためむが、一切法者、略有五種、こと無が者、略有二種、一歩とキャラ無が、二法無が、伝望感情とも言う。第二経、今後いただき行書会、素質寺結羅行、遊戯行、要略年授業の五つを言う。例えば中国の伝統医学では、 新代まで医者が患者の腹部に触ることは禁止されていた。いわゆる小児科や婦人科で腹部に触るハラシンは日本の和漢方において江戸時代に独自に発達した技術であり、それが現代の治療法にも活かされている。4部位点は8世紀にチベット人のユトクニン人イ運転軍法によって編纂された医学書。現行のチベット医学は 主に17世紀に三芸ギャンツによって編纂された注釈書の 4V 点ルリとその解説画集である 4V 点単画集に基づくとされる。ユトクデン P3。新言集前書第22巻、秘密文よしよピアニッシも56から57。ありがとうございます。